ブォンジョルノ、こんにちは、アルテミアクチーナです。今日は SDGs な料理を紹介します。この時期、冷たいそうめんや冷麦、そば、とっても美味しいですよね。でもつい茹ですぎて残っちゃうなんてこともあると思います。ぜひこのリメイクパリパリ焼きを作ってみてください。今日の材料はこちらです。コンビニでも手に入るような簡単な材料だけで作れます。まず余ったそうめんなどの麺が固まっていたら、さっと水をかけてほぐし、よく水気を切ります。ボウルにそうめんを入れ、鶏ガラスープの素、塩、胡椒、卵を加えて、パルメザンチーズ、すべての材料がよく絡むように全体をよく混ぜ合わせます。イタリアでは食べ残したパスタでこのパリパリ焼きをよく作ります。食べ物は無駄にしないようにしましょう。そして中弱火でフライパンにオイルをひいて、混ぜ合わせておいたそうめんを全体に広がるように入れます。この時オイルはちょっと多めじゃないって思うくらいの量かもしれませんが、分量通り入れてください。麺を全体に広げたら、中弱火のまま蓋をして約 2,3 分加熱します。2,3 分後、蓋を開けて焼き目がきっちりついているかちょっと確認。香ばしい焼き色がついていたら裏返して、今度は蓋をせずに 2,3 分また焼きます。2,3 分経ったら焼き目がついているかもう一度チェックです。ここでしっかりと焼き目をつけることで、外はカリカリ、中はもちもちに仕上がります。このパリパリ焼き、大人だけじゃなくお子さんもパクパク食べてしまうやばいリメイク料理です。僕は時々食べたくなるので、このパリパリ焼きのためにパスタを茹でたりします。焼き上がったら器に盛り付けて、あとは食べるだけです。このカリカリの音を聞いてください。ぜひ作ってみてください。
今日の材料はこちらです。この動画がいいなと思ったらいいねボタンを、そしてチャンネル登録ももちろんお忘れなく。ではまた次のビデオでお会いしましょう。チャオチャオ。